フレロン・ルイ・マリスタ・ニスラス・フレロンは、フランス革命期における、フランスの政治家。ジャコバン派内の一派、ダントン派として活躍したが、テルミドール9日のクーデターでジャコバン派が壊滅すると、反ジャコバンに転じ、テルミドール派となった。批評家として有名であった、エリー・カトリーヌ・フレロンの息子として、パリに生まれる。裕福な家庭に生まれた、彼は、 ルイダ洋学院に進学し、後のジャコバン派の指導者、マクシミリアン・ロベスピエールや、カミー・ユ・デ・ムーランと同窓であった。父親のエリカ・トリーヌが没すると、アベロアユ、ジュリアン・ルイ・ジョ・フロアと共に、エル・アネ・リッター・エールの編集に携わるようになる。これは、1795年まで続いた。フランス革命が勃発すると、フレロンは7月14日のバスティーユ襲撃で、 活躍した。その後、臨時にジャンポール・マラーの協力を得て、エル・オーロッター・ジュププラという新聞を発行し、パリコミューンに参加した。特に、デムーランとは、関係が良く、コルドリエクラブダントン派の一員として、重きを置き、1792年の8月10日事件でも、活躍する。9月になると、フレロンは、 生ヌ行政区選出から選出されて国民公会の議員となり、ルイ16世の処刑に賛成票を投じる。1793年から1794年の間、ポール・バラスと共に派遣議員として、プロバンス、マルセイユ、そしてトゥーロンへと派遣される。彼らはトゥーロンの反乱のような出来事の後、議会の権威を盾に、 これら反革命分子による反乱を徹底的に鎮圧した。しかし、この反乱の鎮圧で過度にやりすぎてしまったことから、逆に当時の最高権力者、ロベスピエールの反感を買ってしまうことになる。ロベスピエールからの球団を恐れた、彼は、バラスと共に、フーシェの反ロベスピエールの陰謀に加担し、テルミドール9日のクーデターに参加する。 クーデタ後にジャコバン派が一掃されると、クーデタ以前は彼自身ジャコバン派の議員だったにも、かかわらず、エル・オーロッター・ジュププラは、今や、アンチジャコバン派の代弁者となった。さらに、革命裁判所の検事であった、フーキエ・タンビルや、カリエラ生き残った、ジャコバン派たちの告発にも関わっている。年、マルセイユとの講和のために総裁政府から派遣され、 メモアール・イ・ストリック・シュール・ラ・リエクシオン、ロワイアル・イ・シュール・レ・マ・ルール・ジュ・ミディを発表した。その後彼は500人会の議員に選ばれたが、議員席に座ることは許されなかった。この時期、ナポレオン・ボナパルトの妹、ポーリーヌ・ボナパルトと恋に落ちるが、彼女の兄ナポレオニア、母レ・ティツヤィは、ナウテのプレイボーイだったフレロンとの恋に反対する。彼ら家族はポーリーヌを見張り、 またナポレオンは、ポーリーヌの気持ちを冷まさせるため、彼が、個人的に使っていた、セルボローニ宮殿に、彼女のための部屋を用意させて呼び寄せた。そのためか、間もなくこの恋は、自然消滅したようである。ハイチ革命が、最終段階を迎えていた1801年に、植民地弁務官として、サンドマに派遣された。なお、サンドマには、かつての恋人、 ポーリーヌと結婚したシャルルルクレールも派遣されていた。フレロンは翌1802年に大熱によってこの地で死亡した。ありがとうございます。